こんにちは、吉田さん。今回はね、今回の話だけはちょっとね、一旦限定公開でやらせていただきます。で、どんな内容かと言いますと、俺は逃げない、逃げるはいつも俺以外っていう形だったんですけども、ちょっとそこではね、趣を変えまして、私はどんなところからでも自分のお客さんをね、お客さんもしくは自分のビジネスの協力者を掴んでいるっていうテーマです。